名古屋観光ビッの夜行用、車両名古屋観光ビッ株式会社は、名神ハイウェイバスなどの高速バスや、愛知県、三重県で貸切バスを運行していた名鉄グループのバス会社。名鉄グループの観光バス事業再編に伴い、2008年7月1日に、名鉄観光バス、名鉄東部観光バス、名鉄西部観光バスと合併し、名鉄観光バスとなる。本社は、 名古屋市中村区名駅4丁目4番8号にあり、名鉄観光バスの本社として引き継がれている。名古屋観光自動車は1951年名古屋、鉄道株式会社の全額出資の観光バス会社として発足。グループ企業にドラゴンズツアーや日本急行バスがあった。1964年に開通した、名神高速道路を走る高速バス路線を、国鉄以外に、 数多くの会社が計画し混乱しこの日本急行バスは全国各地にハイウェイバス路線網を張り巡らせるべく政府主導で事実上の国策会社として設立されたため上記の4社以外にも全国各地の私鉄路線バス会社318社からの出資によって発足した。しかし近鉄をはじめとする他の関西私鉄各社は名鉄が 最大出資となる飛球バスへの参加に納得せず、同様の不満を抱えた阪神、南海と三社で近鉄50%、阪神、南海25%の出資比率により独自に日本高速自動車を立ち上げ、運輸省に対して二社独占に対する弊害と不公平な資本参加を訴え、運輸省もその主張に同調する形で三社に対し高速バス免許を交付することとなった。 また、その後に勃発した、建設省、日本道路公団側と、運輸省、国鉄側の高速バス運行争いに、建設省側が負けたため、同省が設立に関わっていた飛球バスは、結局、名神高速道路の運行に止まっている。そもそも名阪間の旅客輸送に関しては、名神高速の開通と、ほぼ同時期に、速達性で立ち打ちできない。 東海道新幹線が開通しており、さらにそれ以前から近鉄特急が高速バスと頻度、到着時間、運賃ともに遜色ない運行を行っていたため、高速バスの需要は元より少ない状態であった。その上、トリプルトラックでは開業当初から熾烈な旅客の争奪戦が始まり、相次ぐ運賃の値下げサービス拡充による採算性の悪化と、その後のマイカー普及によるギフ。 滋賀両県下の途中停留所での利用減少などで乗客は著しく低迷し3社ともかなりの赤字を出す路線となったこのため1971年には飛球バスの経営に最も深く関わっていた名鉄が責任を取る形で他社の出資を肩代わりし名鉄グループ内に収容して経営の立て直しを図った1979年にはこの一環として 名鉄参加の大手観光バス会社、名古屋観光自動車へ運行委託を行い、さらに2001年4月1日には、同社と合併させて、名古屋観光備休となった。なお、日本高速自動車も、同様に近鉄が、子会社化し、1983年には、名古屋近鉄バスと合併して、名阪近鉄高速バスとなっている。1999年には、 名鉄が運行していた夜行高速バス路線の一部が移管された。2002年4月に名古屋観光自動車とグループ企業のドラゴンズツアー日本急行バスが合併して名古屋観光日急となった。名鉄グループに属しているため長らく三菱エアロバスシリーズが主力であったが2006年以降は新型セレガも導入している。名神ハイウェイバスにおいては 日本急行バス時代には京都専用車両として、正座席は28席として後部にサロンを設置した三菱スーパーエアロアイを投入、サロン特急として運行していた。また、神戸線ではメルセデスベンツ製の車両を専用車として投入し、こちらはベンツ特急として運行していた。その後ベンツ製の車両は三河交通へ譲渡されたが後に廃車された。後には、 いずれの路線とも通常の40人乗りハイレッカーが使用されている。その後、名古屋鉄道から一部の夜行高速バス路線が移管されたことに伴い車両も同時に転入。塗装は当初名古屋鉄道時代のまま車名を変更した程度で使われていたが、2002年の事業再編後には同社独自のカラーに塗り替えられた。貸し切り車においては、 名古屋観光バスと日本急行バスの共同所有の車両も存在した。特徴的な車両としては、車内でのカラオケを楽しむために、前方に小さいステージを設置した、ステージ1、東京ディズニーランドへの自社企画の夜行ツアーバス向けに、4列シートながら、シートピッチを大幅に拡大して、正座席32人乗りとした、メルヘンなどが在籍していた。また同社は、 旧三日観光とグループ系列であったため両社のカラーリングが共通しており、社名ロゴとラインの色違い程度であった。両社間での車両のトレードも行われていた。旧名古屋観光自動車では1980年代に看板車両としてベルギー版ホール製の車両を導入していた。かつては三菱不走が東京モーターショーに出展した車両が公開後に即。 同社に供給された車両も存在した。ありがとうございます。